皆さんこんにちは。今回は番外編ということで、私が普段ペットボトル栽培で使用しているペットボトルの作り方を紹介します。現段階で一番いいと思うやり方です。ペットボトル栽培面白いので、ぜひ皆さんやってみてください。2リットルのペットボトル、アルミホイル、カラー布テープ、これも100均で売ってます。ちょっとしっかりしたやつですね。カッター、穴開けるやつ、細いやつ、何でも大丈夫です。そして結束バンド、これも100均で売ってました。あと三角コーナーのネットのやつです。この中に石を入れて使います。はい、まずはペットボトルの下の方をカットします。私のがフェンスに吊り下げる前提なので、こういう風にしております。直置きの場合は逆側になります。中に水が残っていたので、キッチンペーパーで拭きます。でこの時中からへこみがないかをして、へこみを戻す作業をしています。万が一出口が塞がって排水ができなくなってしまったために、穴を何箇所か開けておきます。まあ、保険的な穴です。基本的にはこの口から排水できますので。続いてアルミホイルを巻いていきます。ペットボトルをぐるっと1周ぐらいの長さでカットします。これ裏表あって、一応キラキラしてる方を外側にしていきます。これなんで巻くようになったかと言いますと、最初やってなかったんですけど、中で苔が生えることが分かったんですね。なんとなくですけど、まあ、見た目が美しくないのと栄養を取られたら嫌だなと思って、光を遮断する目的で巻き始めました。じゃあアルミにした理由はもう一つありまして、アブラムシが光が嫌いなので、つきにくくなるんじゃないかなと思って反射するアルミにしております。まあ、現段階の個人的な感想ですが、少しは効果があったんじゃないかと思っております。でこのアルミを巻いていきます。マスキングテープとかで固定できればやりやすいです。でここを、布テープで、固定します。ちょっと長めに、切って、余った部分を、中に、折り込んで、固定します。そして縁の部分を、テープで一周します。これで、アルミがしっかり固定されるのと、野菜がですね、この縁の、切れ目でですね、傷がつかないように保護する目的も含まれております。まあ、アルミホイル自体が薄いので、こう切れちゃったり破れたりしないように注意が必要です。切れ目を入れると中に折り込みやすいです。しっかり圧力をかけて貼り付けます。そして次に、結束バンドを通す穴を開けていきます。テープの上から開けた方が、しっかりして耐久性が高い気がします。でそして結束バンドを、刺して、これをフェンスとか、くくりつけたいところに縛り付ける感じになります。で最後に、これに、まあ、ちょっと大きめの砂利とかを入れて結んで、この底に入れて、完成です。ぜひ、これでお手軽な家庭菜園を楽しんでいただけると思います。このやり方だと状況によって移設もできますし、何より場所を気にせずに楽しめるので、すごく楽です。私のチャンネルではいろんな野菜をペットボトルや袋のままで育つかチャレンジした道具を配信しておりますので、よかったら他の動画も見ていただければ幸いです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。いろいろやってます。